本日は皆様にお知らせがあります。先日新チャンネルじっくり三国志紀行というチャンネルを立ち上げさせていただきました。現在三国志の動画が3本と少ない数ですが、コツコツと動画をアップしていく所存でございます。さてこちらのチャンネルはもともと歴史ゆっくり紀行がゆっくり動画の収益無効化の嵐に巻き込まれて収益無効化になってしまったためサブチャンネルとして立ち上げたチャンネルでした。その後無念の思いでメインチャンネルのゆっくり動画を全削除し再始動したところ、数ヶ月後になんとか再収益化をすることができ、サブチャンネルの運営は止まっていました。ただゆっくり動画を封印した当初はゆっくりの方が見やすかった、あのゆっくりの雰囲気が良かったわ、また落ち着いたらゆっくり動画が見たいですというお言葉を少なからずいただいておりました。歯がゆい思いをしながらも家族を養うためにもまた収益無効化になるわけにはいかないという思いでゆっくり動画を封印して動画制作をさせていただいておりました。ただ最近の YouTube を見てみるとゆっくり形式で頑張っておられるチャンネルも多くいらっしゃいます。そんな時、今年高校受験を迎える息子からこんなことを言われました。最近父さんがやってたゆっくり解説している人が結構増えてるよ。父さんはもうゆっくりはやらないの？この言葉をもらって新しく立ち上げたじっくり三国志紀行というチャンネルをゆっくり三国志紀行と名前を変更して往年のゆっくり動画の形式でお送りさせていただくことを決意いたしました。同じ思いで運営させていただいているオカルト系チャンネル新世界ゆっくり紀行も昨日立ち上げさせていただきました。そのようなことから動画の更新頻度は文字通りゆっくりとなりますが、コツコツとアップしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。概要欄とコメント欄にチャンネルの URL のリンクを貼っておきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。早速本日ゆっくり形式の第一発目の動画、敵の前に立ちはだかって一喝、三国志屈指の猛将にして劉備の忠実なる家臣張飛という動画をアップさせていただきました。こちらもぜひご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。